始まりましたブックマちゃん、本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日は私が、ちょっと話題の作品をご紹介したいと思います。川出処方新社から桃子組カンパニーのおとぎの国のみくる。ブックマちゃん、桃子組カンパニーさん、え、ビッシュの人ですか？そうそう、ビッシュの。以前エッセイを出版されていて、で今回これが初めての小説。長編ってこと？長編、いや、長編でした。これ全部この分厚さで長編すごいね、いつ書く暇あったんだ。そうそう、ね、まずそこだよね。めっちゃ忙しいイメージある。ブックマ、これ見た目もちょっとアリスっぽい感じ、ここで言うところのおとぎの国ってメイドカフェなんですよ。ほえー、で、メイドカフェで働くこもみちゃんっていうこのお話なんですけど、この子がね、ちょっとぽっちゃり体型っていう風に描かれてるんだけど、そのね、身長と体重がさ、出てんのよ。で、そのバランス的に私と一緒なのね。あら、私と一緒なのにずっとデブデブ言われてるからちょっと辛くて私デブだからとか、この脂肪がなければみたいな描写がいちいち刺さるっていう違う違う違う、初めての経験だったんだけど、ダイエット始めたもん、これのせいで。おとぎの国の砂浜が、そう、めっちゃ言われたわっていう気持ち、私が。そっか、ダイエットしようって話なのこれ。違うんだけど違うんだけどね、それちょっと一個言いたかったの。ブックマで、このともみちゃんっていう子はですね、もともとアイドルになりたかった、で、地下アイドルのオーディションとかにも行くけど、君はこんな世界じゃやっていけないよみたいなことをすごい言われちゃうっていう、ちょっとショッキングな場面から始まるんですけど、それでもなんだかんだそのアイドルになる夢っていうのは諦めきれなくて、ちょっとそういう要素のあるメイドカフェっていうところで働いてると。で、その子には一人めちゃめちゃ熱烈なファンというかお客さんがいて、それがヒロヤンっていう。このアイドルが描いてるからそれならではだと思うんだけど、めっちゃリアルなんよこのオタクが。わー、ツイッターの感じとか名前も絶妙だと思わない？ヒロヤン、ヒロヤンってリアルだな。そうで、そのヒロヤンとともみちゃんの出会いとしては、雨の中そのともみちゃんがそのメイドカフェのチラシ配りしてるじゃん、ほら秋葉のメイドカフェなんですけど、まさに、配ってたら、僕が全部もらってあげるよみたいな、そしたらあなたは早く帰れるんでしょみたいなところから交流が始まる。で、本当はともみなんだけど、このおとぎの国の中ではみくるっていう名前でやってるんですよ。で、そのみくるっていうのがヒロヤンの好きなアニメキャラのキャラクターの名前で、そういうところからも縁を感じて、ヒロヤンはこうお店にすごい来てくれるようになると。ブックマ、このみくるちゃんも、その姿だけがさ、全てじゃないじゃない、やっぱり生活っていうものが彼女にもあって、彼氏がいるんですよ。あら、で、その彼氏が、バンドマンで、あら、金髪の、あら、めっちゃイケメン、ぬぬぬ、華奢な男の子ですよ。やりがち。そうなんですよね。結局このみくるちゃんハマっちゃうわけですね、その男に。すごい、すはまちゃんってメモではクズって書いてあるんだけどこういう時にはちゃんとクズとは言わずにね、すごいね、メモには一応バンドマンクズしか書いてないんですけど、でもみくるもさ、分かってるのよ、そんなバンドマンがどうせクズだってことはさ、分かってんだけどっていうところだよね。そういう側面もありつつで、メイド、そのお店の当時はナンバーワンのめっちゃ人気の子がいて、もう顔も超可愛いし、細いし、もうめっちゃ可愛い、もう人形さんみたいな子、リリアっていう名前でやってる子がいて、でもやっぱちょっと勤務態度はあんまりよろしくないと。可愛いからね。そう、可愛いからねって許されちゃってる、まさにそういう子なんだけど、基本的にはそのトモミと彼氏の翔也とそのリリアちゃん、あとはヒロヤン。ヒロヤンね。そうそう、ヒロヤンも。ブックマ、アイドルがオタクを描いてるわけよ。リアルに描いてて、ほら、推しもゆサミリンさんの作品あったけど、あれって結構有名なグループのファンの話だったじゃん。でもこの場合はそうじゃないのよ。もう地下アイドルにも慣れてないこのファンの話なの。そこの世界観を描いてる作品ってあんまりないと思うよね、まだ。あとはオタクからアイドルを描くっていうのは、ちょっとわかる。でもアイドル側からオタクを描いてるのね、この作品は。っていうところで、誰しもさ、ファンやってたらさ、ファンっていう自分の存在が推しからどう思われてるのかってやっぱりちょっと気になるんじゃない、ね、で、そういうところの一つの答えになってるんじゃないかなみたいな。はあ、なるほどね。部分がすごいやっぱ印象深かったですね。ブックマ、オタクっていう感じで、濃い気もな感じで書かれてるってこと。そこがね、そこが絶妙だと思う。ちょっとやりすぎじゃないみたいな、そういうオタクの人、っていうのも結構描かれてきたと思うんだけど、この作品ではそういうわけでもない。ただただもう自分のことだけを
見てくれてる。でもなんでそんなに自分に惹かれてくれてるのかもわからないし、うん、じゃあ生活はどうなってるのかもわかんないし、うん、自分にそんなにお金を出してもらっちゃっててこの人は大丈夫なのかなとか、うん、オタクから見たアイドルも謎だけどアイドルから見たオタクも十分謎なんだよね、うん、っていうところがやっぱ面白いし絶妙、うん、変なオタクにしすぎてないというか、うんうん、まあいろいろあってともみっていう女の子は、まあ、彼氏もさ結局いろんな女がいてさ結局ね本当に結局そうなんだ結局そうまあリリアちゃんっていう、まあ、本名はマイコちゃんって言うんだけどそんなやつもひどいから別れないよって言ってさ最初はあんまり仲良くなかったんだけどちょっと仲良くなるのよね二人がで読んでる方としてはさあ二人仲良くなれてこれからは今まで別れ合えてなかったけどもしかしたら別れ合えるのかもって思うやん違う、まあ、それもダメなんですよねで要はもうぐちゃぐちゃしちゃうので最終的にこのともみ自身もすごい壊れちゃって、うん、でもう死を選ぶか選ばないかみたいなところまで来ちゃう悲しいで要はもう愛情も友情も脆いんですよこのともみの周りのあもうそういう世界のさそんな愛情なんてないっていうことなんですよもうほぐみカンパに何があったんだろう大丈夫かなっていう中でですよヒロヤンはさいるのがずっと、ね、今思ったヒロヤンヒロヤンが輝いてるよ今ねえ呼んでる側としてはさまさにヒロヤンが輝いて見えるんだけど、うん、じゃあその時に桃子組カンパニーはどう描くのか、うん、そのともみの、うん、そういう時にヒロヤンの存在を見てどう描くのかってすごい大事だと思うんだけど結局ともみはヒロヤンって言うのにもなんかちゃんと理由があってその子なりのあ要はさ、そのヒロヤンもそのおとぎの国のミクルっていうのも作り出してんのね、うんうんうん、でヒロヤンさ、ずっとさ僕にはもうミクルしかいないもうこうこうこうでこういう時もこんなに辛かったけどミクルがいたからみたいなことばーってこう言うのでさ、もう旗から見てたらそんなこと言ってくれる人がいていいなって思うけどでもそれってすごいその人の価値観の押し付けなんだよね、結局は私はそんな人間じゃないで、その部分はあなたは知らないでしょってそんなこと言わないでよブックマ生きるの辛いいよね、オタクでも最強の味方って感じがしてさ確かに、まあ、そうなんだ自分がどれだけプライベートだべでも絶対愛してくれるからね愛情でも友情でもないから壊れないわけでさそうだよねなんか描写とか設定の話になっちゃうけどさやっぱその、うん、アイドルオタクものを描くときにさそのオタクがなぜそのアイドルを好きになったのかみたいなところって結構なんか重要だと思ってて、うんうん、今回で言うとさトモミでもトモミが演じるミクルでもなくさそもそも原作のミクルがいて そこの一種じゃないけど亜種、うん、じゃないけど、うん、2.5 次元版みたいなで結局最終的なものはこっちの原作のミクルの投影でしかないみたいなところも含めてそうだね、うん、なんかめちゃくちゃいいしトモミからしたら本当に私じゃない何かを好きになってるんじゃんそれはみたいなところの描き方がめっちゃいいなと、うん、確かにだから、まあ、アイドル文学ってまあちょっと増えてるじゃん、うんうんにも一石を投じたんじゃないかなという、うん、本当に綺麗な部分をやっぱり描くがちでもそれは別に悪いことじゃなくて、うん、フィクションとして、まあ、こっちは物語を楽しみたいわけだからそのアイドルのサクセスストーリーとかすごいやっぱりいいじゃん次だね熱い気持ちになるし、うん、でもそうじゃない部分もあるんだよっていうのを描きたかったっていうことは彼女なりに葛藤を抱えながらアイドルをやってきたんだろうなっていう川出初号新社から桃子組カンパニーのおとぎの国のミクルをご紹介しましたかわいい何それあのこれね桃子さんに届くんだってほうで帰ってくるんだって往復のハガキがついてるのえありがとうってくんのそうやば